朝ごはんです。女子が好きそう。最終日いただきました。最終日は、11時にもう空港に向かうので、現在今8時半で、もうちょっと1時間だけちょっと海に軽くパッと行って、で帰ろうかっていうことになったんで、今海に向かってます。朝散歩ハワイ編ということで、現在ワイキキビーチの前を、歩いております。ちなみにこの今かぶってるこのパタゴニアの帽子は昨日奥さんから買ってもらった帽子です。29ドルで、しかもこの色味めっちゃいい色味やったんで買ってもらいました。前の方はアロハの女の人が落ちて、これが嫁さんに似てるので買ってくれたそうです。あら、今日これになってる。うわ、こんなところに可愛いのがあります。犬、ワンちゃんがいてます。あ、アザラシやった、ハンチやった。アザラシか。これ挙式とかなかったらもうちょっと余裕ある。そうね、まあ、実質3泊5日の旅って感じだったもんな。こんなようにサーフボードのレンタルする場所はいっぱいあります。ワイキキビーチだけで多分4カ所ぐらいあると思うので、もう借りてそのまま海に行くっていう感じで、みんなサーフボードレンタルします。アロハー、アロハー。どうすんの、おんな。帰る。もし、じゃあ次来たら何したい。パラセーリングスカイダイビング。チェックアウトまで残り50分。後半になるにつれて天気がどんどん良くなってきました。終わり良ければ全て良しということですね、嫁蔵さん。そして工事の方も着々と進んでるようですね。あ、信号や、渡れると。最終日の朝ごはんは本当はポキ丼の屋台に行きたかったんですけど、ちょっともう時間がなかったので、 NPC ストアのご飯で我慢したいと思います。ほな向かってみようよ。何分？13。向かうだけ向かってもいいよ。食べる時間あるかもしれないけど。ダッシュで。嬉しいですか？嬉しい、すごい嬉しい。よかったよかった。もう歩いても大丈夫。到着しました。日本帰ってきたやろ、お帰り。でも外見たらハワイに行くな。時間があるよね、やばいね、ちょっと45分に戻って巻きで食べますか。うん、ご飯を食べ終わって、いつもいつも言ってることなんですが、またチェックアウトの時間ギリギリです。
ただいま10時31分で11時チェックアウトなんで、今からホテル帰って荷物取ってチェックアウトして、で11時迎えが来るんで、それに間に合うように、行きたいなと思います。はい、目の前ワイキキビーチです。およん、ほらん、あ、ちょっと雲がある。5ドルで何買えるかな。え、5ドルで何買えるかな。何買う、チョコレート、買えるかな。あ、ローソンで、ローソンで、もうここしかないで、夜のやったら、ね、ちょっと俺さっき戻ってるわ。日焼けスーツどこにもあるよ。あら、まあ、この近くにあったの。ほんまやん。日焼けスヌーピーはモアナサーフライダーの横、ワイキキビーチの真横にありますので、皆さん、こちらも行ってみてください。はい、それではハワイ最終日最後のナレーション拓造です。よろしくお願いします。はい、外人さんどうぞ。いかんのかいということで先に行きたいと思います。まず右側にこのパネルの方があるんですけれども、この日焼けスヌーピーのパネルに関しては、売り物であったので、購入もできるようです。奥の方にずらーっと入っていくと、このように電子パネルがあるんですけども、こちらの電子パネルは購入の方ができない。まあ、こういうふうに T シャツとかはもちろん購入はできるんですけども、こちらの電子パネルに限っては購入はできませんということでした。左側をちらっと見てみると、 iPhone ケースであったりコップとかっていう小物系もこちらは充実して売ってあって、特に、日本人が好きそうな形でした。ちらっと僕映します。はい、戻します。こちらはですね、タオルとか T シャツとかが売っているので、どこの日焼けスヌーピーも、ハワイに2店舗あるんですけども、両方とも日本人が常にいてるというような感じで繁盛しておりました。以上、ナレーションの拓造からお送りしました。現場戻します。無事チェックアウト終わって、今から、空港に向かいたいと思います。多分ここにも迎えが来てくれるんやと思うんですが、ストライキはずっとやってました。今から空港向かいます。ホノルル空港はこんなに並んでます。ただいま何分ぐらい経過しますか。15分ぐらい経過してます。1時間ぐらいではなんとかチェックインできたな。はい、1時間ぐらいチェックインできると思います。それでは今からハワイへ出発したいと思います。8時間ぐらい乗ってました。疲れましたね。あ、それ9時間ぐらい乗ってました。今から、入国審査と税関を通ります。
あ、無事事故もなく帰ってこれてよかったです、ほんまに。特に大きい事故もなく、ハプニングもなく、ハプニングハプニングいっぱいじゃん。パラセーリング行くって言って行かんかったくらい。タータラスの顔行かんかったよ。タータラスも行かんかったくらい。ございます。そのレベルで全然事故もないし、なんかトラブルに巻き込まれたってこともないし、私はトラブルに巻き込まれてるよ。ただただ予約してたタンタラスとパラセーリング行かんかったってだけなの。おうちごくらっとるわし。楽しかったですか。楽しかったですね。特に後半のサーフィン、ちょっとでもできたらよかったなと思います。Falling back into you, I thought we'd be smarter. I got nothing left to lose. You said you'd fall with me, no matter how far it goes. Not deep and under.